ヒーリングシンフォニー。水曜日はティダのゴールデンフラワーチャンネル。今回は第3回目。この旅は最高の旅になる。今日も素晴らしい一日になる。私の周囲の人はみんな優しい。このことからはすごいことが起きる。そんな風に宣言したり、自分のペースで人生の脚本は喜劇を選ぶ。そんな風に生きたりもしています。少し目を閉じて深呼吸をしてみましょう。合図を出しますね。スタートです。終了です。目を開けてください。今再スタートのエネルギーが来ているようです。私もフラお稽古復活、そして音楽練習再開と続きます。実はこの音楽練習、面白い展開がありまして、ずっと三線を弾いていた私なんですけれども、こんな音楽がしてみたいということを相方さんに伝えたところ、その私のイメージ、音を作る楽器を揃えてくださいました。そんなことってあるんでしょうかと本当に思ったのですが、気がつけば新しい音楽にたどり着いていました。そんな音楽をこれからまた皆さんにお伝えしていければいいなと思っています。フラも三線も同じように不思議なお導きがありまして、なんと練習を始めてどちらも2ヶ月でステージに立ち、その後ボランティアでいろんな方の
前で歌ったり踊ったりし、ステージをしばらく続けるような生き方をしていました。こちらの方もまたこれからどんな展開になっていくか楽しみです。最後までお付き合いくださいましてありがとうございました。来週もよろしくお願いします。明日は春さんのアーストーンです。ゴールデンフラワー木田でした。